視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、パンではありません。サムネイルをね、見ていただいたら、あれ一瞬パンかなって思うんですけど、あれね、実はパンではないんです。クモパンっていうですね、メレンゲ菓子になるんですね。皆さんご存知でしたか。僕はね、全然知らなかったです。先日ですね、本屋さんで、立ち読みしてたんですよ。でその時に料理コーナーで、いろんなレシピ本をね、こうパラパラパラって見ていて、でその時に、ね、当たった成果の、ね、レシピ本で、そのトップページぐらいに、なんか今流行りみたいな、 SNS で話題沸騰、クモパンみたいな風に書かれてて、え、クモパンみたいな、そんな聞いたことないし、売ってるパン屋さんも見たことないっていう風にね、思ってて、結構ね、こう興味津々で見てたら、先ほどお伝えした通りメレンゲ菓子やったんですね。大きくね、焼いてしっかり色をつけたメレンゲ菓子ですので、こう膨れてこうパンっぽくなる、そして色もパンっぽいっていうところから、クモパンっていう風に言われてるみたいです。でそのクモはですね、中のそのしっとりしたほわっとした感じがクモっぽいかららしいんですよっていうのがね、あったんですよ。で、私ですね、自称なんですけども、パン研究家っていう風にね、名乗らさせていただいてるので、パンってつくもの作らないわけにはいかないだろうと、ということで本日ね、ちょっと作ってみようと思います。ですが初見ですので、正直うまいこといくか分かりません。でレシピはですね、私のちょっと知識ながらですね、ちょっと修正かけながらやらせていただきました。ですが、結果はね、どうなったか皆様とね、一緒に見ていきたいと思います。ではね、早速、工程の動画を見ていただいて、そしてね、食べていきたいと思います。パンではないっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけども、熱量はちょっと控えめで、こう緩い感じで、友達感覚でね、皆さんもこう緩く見ていただけると良いなと思います。ですので皆さんも友達のね、話を聞くぐらいラフな感じでお付き合いくださいますと嬉しいなって思います。ではですね、まず工程の動画をご覧ください。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。いやー、綺麗に膨れました。もう焼いてる時とか焼き上がりはね、本当にこう雲みたいにポワンってなってて、形をねちょっと私武骨な感じが好きだから、綺麗に整えずにちょっと武骨感を出したんですね。でしばらくね置いて、時間が10分ぐらい焼きたてから経ったらだいぶ沈みましたね。沈むのはね、想定の範囲内ではあったんですけども、そこまでね沈むとは正直思えなかったです。ちょっとここねミステイクですね。でやっぱりこう結構膨れるから、あんまりその持った時に高さがない方がいいなとは思ったんですけども、やはりですね最終的に7センチぐらいあったんですよ、高さが。あれね多分ね4センチとか5センチぐらいの方が火の入りがいいんじゃないかなと思いますね。であえてですね火を入れるために結構長い目に時間焼いたんですよね。約1時間ぐらいですかね。はじめ180度で30分、その後温度を落として150度で30分ぐらいですかね。本当のレシピやったら、190度で30分か40分ぐらいだったんですよ。でそれだったら絶対火入らんからしぼむだろうと思って、わざとちょっと長くしたんですけど、それでもダメでしたね。例えばですね、あのシフォンケーキみたいに焼けたら串を刺してひっくり返す、そうすると高さはキープできるのかなとは思ったんですけども、ちょっとそうするとね手間もかかるし、またねちょっと作ってみていろいろ探ってみたいなと思いました。では早速食べていきたいと思います。まずはカットしますので、カットの動画をどうぞ。どうでしたか？断面雲っぽいですよね。私もね、確かに雲っぽいなと思いましたし、見た目もねやっぱりパンっぽいんですよね、こんな感じで。だから雲パン、わかるな、いいネーミングセンスだなって思いました。でね早速食べていきたいと思います。確かにこうほわっとした感じはありますもんね。見た目はちょっとこう柔らかいマシュマロみたいな感じ。いただきます。なんかね表面はベビーカステラで、中は柔らかいマシュマロ。美味しいこれね、普通に美味しいですよ。もうちょっとねやっぱね膨らみが欲しかったかなと思いますね。今ですね4センチぐらいなので、2センチぐらいね下がったかなっていう感じがあります。だからあそこをキープするのが、いろいろとこうレシピを改良する必要があるのかなって感じました。ですが美味しいです普通に美味しいですこれ。でこのレーズンのね酸味もね合うんです。これプレーンより美味しいかもしれない。これですねプレーンなんですけども、プレーンはプレーンで美味しいです。ですが、レーズンの方がこうその生地を食べるところと、あとレーズン食べるとやっぱ酸味があるから、こっちの方が僕は好きかな。でも思った以上に美味しかったです。あんま私メレンゲ菓子食べないんですけども、ちょっとね今回作ってみてメレンゲ菓子って美味しいなって思いました。いやいい経験させてもらいました。美味しい、ごちそうさまでした。いや結構美味しかったですね。コーヒーとね合わせて飲んでも合うなと思いました。しっかりねやっぱりグラニュー糖が入ってて甘みもあるので、これいいおやつになるんじゃないかなって思いました。だからこう卵黄だけ使って卵白余ったりしたら作られてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、本日はゆるいお友達感覚でねこの動画に付き合っていただいた方も多くおられると思います。嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。お体ご自愛くださいね。水分補給、そして塩分補給しっかりとってくださいね。じゃあね、バイバイ。先日ですね、本屋さんでブラブラ立ち飲みを立ち飲みじゃないわ立ち読みをねしてたんですけども、本屋さんで立ち飲みやばいですね本屋さんで立ち読みをしてた時に、料理コーナーでねいつものことながらねじっくりねいろいろなね料理ブログを、そうすると高さはキープできるのかなとは思ったんですけども、ちょっとそうするとね手間もかかるし、ちょっとねまた何回か作ってみて高さ